じゃあやっていきましょう。はい、リミットマスターになろう8回目です。ハサミうちの定理とはです。はい、これ今からえっ、ー、とやっていくんですが、ちょっと今までの、えー、基礎編のリミットとはまたちょっと違ってきます。何かっていうとちょっと、ね、雰囲気がかか変わってくるんですね。じゃあまずこのハサミうちの定理とはっていうのをちょっと説明するためにこの講義をやってるんですけども、それだけをちょっとね今回あの知ってもらおうと思っております。 ね、この授業では,あのはこれしか言いませんこれし。これを覚えてもらうことしかやりませんので、まあ、安心して聞いておいてください。じゃあやっていきます。じゃあそもそも柱道の定理とはと言いますと教科書にこうやって多分書かれています。通列 ANBNCN っていうのがありまして仮にこういう関係だったとしましょう。これですね。でさらに AN を無限大に飛ばすよと AN を無限大に飛ばすよと。 そういう時そういういその真ん中である BN も無限大飛ばすとアルファになるとそういうふうになりますここのハソミチの定理ってどういうとこかっていうとここです大事なのはこういう条件があれば真ん中のこともね極限分かりますよとそういうものです が,が多分これはちょっとイメージするのが大変だと思います僕もそうでしたあの高校生の時ね、えー、ですのでちょっと簡単にね、えー、と空想な話をちょっとしていきたいと思いますえっ、ー、とですね仮にあの僕が、ね、3人の兄弟だったとしましょう本当はあの2人二人兄弟なんですけども弟君とあお兄ちゃんがいるとしましょうで僕は真ん中の子ですで えとこの3人は何かっていうと僕は弟に喧嘩すると僕の方が絶対勝つんですね強いんですよ弟よりもパワーありますというふうにしといてください本当はパワーあんまないですけどねで逆にお兄ちゃんにはさすがに僕は勝てませんさすがにお兄ちゃんのパワーですからえっ、ー、とね殴ったりとかね殴ったりパンチとかね効きませんお兄ちゃんにはという話を もとにちょっと長谷口をやっていくんですけども仮にその弟君がボクシングをねやってでそれをずっとやっていきましたで将来えっとねすごい選手になってで結果あのチャンピオンになったとしましょうボクシングチャンピオンになったとしましょうでお兄ちゃんもチャンピオンになったとしましょうチャンピオンになったことあるほんならずーっと この関係が続いいてるとしたら、弟の方が僕より弱くてえ僕はお兄ちゃんお兄ちゃんの方が強いとそういう状態がずっと成り立ってたとすると二人ともチャンピオンになったら僕はチャンピオンになってると思いませんか弟よりは強いんですよ。でお兄ちゃんもチャンピオンになってるんですよ。じゃあ強さ的には絶対弟僕お兄ちゃんなんで。 ですので僕は多分チャンピオンになっています <laughs> はいそれがあのー、なんかイメージで言うと挟み打ちに近いんです。もう一度ちょっと説明しますけどもまあ登場人物3人です ANBNCN ねずーっと N 何入れてもこの関係が成り立つとするとそれを N 無限大に飛ばした時同じところに行き着けばこの前田は挟まれてますからずっと。 ずっとこいつを無限大飛ばすと同じところに見つかないといけないよとそういうものになってますはいじゃあこれってどんなに役立つかっていうのを簡単に説明しますでそのこれポイント書きましたんでちょっと見てもらいたいんですけども何に役立つかっていうとこれですね。訳のわからないリミットもあのもちろん登場します高校レベルでは。 ですのでその分からないリミットに対してはこういうふうに挟み打ちをねっ挟み打ちの定理を使ってあげて間接的に求めてあげるっていうことをやっていくことがありますじゃあその訳の分からないってちょっと具体的に言うと何かっていうと今までちょっと僕が動画を上げた基礎編これをまず覚えてくださいでえっ、ー、とあれは訳の分かる なんかよく分からないけど訳の分かるリミットです。あれ以外って覚えておいてください。いいですかね。ほかにもまあちょこちょこあると思いますけども大きく見たらあれあれはあれは覚えてもらってでそれ以外はこれ使うっていうふうにあの区別してもらえればいいです。でえっ、ー、と皆さんにちゃんとあの今日覚えて帰ってもらうのはえっ、ー、とここですね。 そういう時出くわした時きハサミうちかなとまず疑ってください。いいですかね。じゃあ疑えるかっていうのをちょっとクイズしましょう。ね、これ復習がてらになるかなと思ったんでちょっとこういう六つ問題用意しましたが、えっ、ー、とこの中でえっ、ー、と今までね基礎編で見た中でえっ、ー、とわかるものはハサミうちじゃないです。わからなければもうそれはハサミうちだと思うということです。 何回も言ってますが、えー、ちょっとクイズに行きましょうちなみにこれこの鍵括カッコはこれガウス記号って言ってましてえー、っとねあのチャあの問題集とかにも書いてありますのでちょっと、ね、気になった方はちょっと調べてみてください今回ではあんまり触れませんねはいじゃあ今からハサミ打ち使うか使わないかクイズします皆さんは使うか使わないか想像しながらやってくださいまず第1問 リミットシーターが0に近づくことのシーター分のサインシーターこれどうですかねどうですかはいこれはやっぱり三角関数のリミットで多分やったと思うんですけどもこういう公式がありましたよねはいちょっと書きますねはいこういう公式リミットシーターが0に近づくことのシーター分のサインシーター これが1を使いますね。この公式を使います。ね三角関数でしぶ下 θ ーーになってますからねこれを使いましょう。じゃあこれは2個目はどうですかね。えー、リミットが x が無限大に近づくことの x+4x 分の3 x 3 x イ x ス2です。 はい、これはもう大丈夫かな。分数ですね。分数といえば、えー、と分母分子で割るんだよね。分母分子で割りましょう。これで書こう。分母分子。じゃあ何で割るかな。はい。ここに x 三乗が分母の、えー、ところにあります。これが一番分母の中で一番最大の、えー、実数なので、x 三乗で割りましょう。 はい、じゃあ次これ。リミットが x 無限大に近づくほどの 2x 乗分の sinx。うんーこれあ指数関数入ってるわ。ねでもなんでか sin もある。うんーどうしようこれは今まであったかなっていうとまあ部分的にはあるんですけどもこれ合体したやつはないです。ね。 えー、ちょっと復習してもらいたいんですけどもこういうの多分なかったと思いますこういうふうに指数関数と三角関数これが混じってるやつはこれは実はハサミ打ちなんですハサミ打ちって書いてあるけどハサミ打ちの定理使うんですねいいですねはい えー、こういうふうなものわけのわからないっつってこういうことだよとちょっとね感覚的に思ってじゃあこいつはリミット、X、無限大の、えー、ガウス、X、でうんガウスって何ガウスって何あ知ってるけど知ってるけどテン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 っていうかもしれないですけどもこれ,がこれも実は挟み打ちなんですねだってわかんないもんこれやったやってないよねだからこれ挟み打ちこれも挟み打ちなんですよ、ね じゃあこの下はリミット x に近づくことの x 分の1です。ねっ思い出してください。リミットはまあ最初には、えー、と代入してみようって言いましたよね。ですので一旦代入するとこれ0分の1になってこれ無限大に行きますよね。だから、えー、とこれはもう無限大ですね。そのままです。ちょっとあごめんなさい色変えよう。無限大です。分かっちゃった。 はい、で最後こいつです、ね、また出た x 分のがついてるけどもガウス x ですねじゃあこれどうするこれもやっぱハサミ打ちですねやってないもん今までですので、えー、とこういう風にねどれをつどれを使うかっていうのはパパパパって分かっていくとねリミットって意外にね簡単ですからまあしっかりねえっ、ー、とここがちょっと切れ時ですねちょうどいいところです だから、ハサみ打ち、ええー、と、これ、一旦見て、あ、分かんないな、解けないな、っていう人がいれば、一旦もう一度、こう、こ基礎編をね、覚え直すっていうことをね、やってあげるといいかなと思います。はい。じゃあね、今回ね、やったのは、ええー、と、こういうハサみ打ちね、わけわからんけど、イメージつかめたかな。<laughs> 大丈夫かな。はい。で、また、ええー、と、はい、ポイントとしては、わけのわからないリミットは、ハサみ打ちかなと、まず疑ってみようと、そういうふうにやります。 ね、えっ、ー、とで次の授業に関してはハサミ打ちの,あの実際の解き方を、えー、とやっていきますので、はいえー、とこれがあの分かった人は次見てくださいね、はい。じゃあ以上で授業終わります。